米国のコンピュータ歴史博物館にあるシステム360モデル30システム360モデル30は IBM 社のメインフレームシステム360コンピューターファミリーの小型機種で1964年4月に発表され1965年に出荷が始まった初期のモデル30システムは次のような周辺装置から選べる構成であった IBM 1400シリーズ互換機能ハードウェアと互換機能サポートソフトウェアを利用して IBM 1 4 0 1 1440、1460 14コンピュータのソフトウェアプログラムを多少の変更またが無変更で動かすことができるようなエミュレーター機能を付加機能として利用できるようになっていた。システム360モデル30のオペレーティングシステムは大部分が DOS 360を利用した。このモデルは、米国ニューヨーク州の IBM エンディコットで開発、製造され、ドイツの IBM マインツ工場などでも製造されている。日本でも、主に外国企業の日本市会社で、IBM1401 システムの上位移行システムとして使われていた。IBM システム360モデル30、IBM DOS。 360-1401-1440-1460エミュレータプログラムスコンパチビリティサポート 30&40 エンディコットクロノロジーありがとうございます